けです。ロケはちょっともうしんどいです。僕はロケは入れるんですね。僕はあのヒカルさんの勝率がもう3割とかあるだけでも1000万突っ込めるっていうあのやり方、例えば1000万ですけど他の動画も全部ね、あとこれはもう俺も勝つし利益になるって分かってるけどやらないことで言うと、はい、まあ、これ株 FX なんでも YouTuber やることに関してもそうなんですけど、例えばね動画でちょっと先に1000万でまた例えるんやったら1000万使ったらあれ最終ってね下手したらワンチャン1000万以上返ってるでしょ。まあまあまあ登録数とかいろんなこと全部含めてよ、お金だけでも、はい、それで分かっやってる、やったらじゃあやったらええやん、じゃあやりますってなれない。あーちょっと怖いってことですね。そう結局それ 100% 確証がないところに対してお金突っ込んでるんですね。そうあれはマネできないって僕それは結構いろんなこと言われますね。なんか僕らお金持ってる人でもさすがにあのお金の使い方はできひんから需要があるんだよねって、はい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 、絶対だからそこはありますよね。確かに、なんかちょっとそこ僕ネジ飛んでるとかありますよ。ちょっと正直自分の中ではそんな言うほどすごいなんか勇気のあることやってるつもりないですけど、結構周りからしたらもうちょっと大丈夫みたいなことが結構多いですね。確かしって俺ずーっと言ってるでしょ最近ですよね。それ言い出したら流してるんですよ。それはね、はい、流行んないです。それはさんがでも使ってくれたら流行るよね、はい、あのラファエルさんの昔言ったら妹ぐらい流行んないです。それは確かし、はい。